演舞開演。どうも、本日はこちら、ローソンの軟骨入り鶏のつくね棒を食べたいと思います。軟骨食べたことありますが、あれがつくねの中にどんな風な味わいなんだろう。ではいただきます。柔らかくて硬くてちょうどいいバランス。骨なのコリッコリッとした独特の食感がつくね、柔らかいつくねの中に入っていて、だがつくねの単調な味にアクセントを出しています、ね、でもつくねも美味しくておつまみにもなりそうです。とっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。軟骨の新たな一面に。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。